はい、じゃあまろちゃんちょっと貧血がかなり進んできてるんで、この薬ネースプダルベポエチンっていう骨髄を刺激するホルモン製剤、これを打ちます。1ヶ月と1週間、ただし抗体ができちゃうと効かなくなってしまいます。だから効かなくなるのが1月ぐらいかな、1ヶ月か2ヶ月ぐらい。これで効いてくれるとちょっと貧血が改善されると思います。ですね、じゃあ1分テレビ出てきちゃったから1分保湿してもらって、はい、1分経ちました。じゃあ、お願いします。それでまた撮影させてください。